ボブキャットは猫か大山猫族に属する中型獣である。体長 65-105cm、おなが1 1 1 3トル、体重6 5ラム。アメリカを含むカナダ南部からメキシコ北東部にかけての森林、草原、半砂漠地帯に生息し、12種類の亜種が確認されている。個体数は72万5千頭ほど。体色は砂漠では、 黄色っぽく、森林では暗い色をしているなど、生息する地域によって異なる。グレーから、茶色の毛色と髭、黒い飾り毛のついた耳を持ち、中型の大山猫のような外観を持つ。同じ地域に生息するカナダ大山猫よりは小さいが、大型の家猫の2倍くらいの大きさである。特有の黒い線が前足にあり、名前の由来となる先端が黒い短い尾を持つ。 夜行性で、主にウサギやジリスなどの小型装飾獣や鳥類を捕食するが、基本的には、虫でも小さいネズミ科の動物や鹿も何でも捕食する。捕食の対象は、生息地域や季節によって変化する。他の猫科の動物と同様、縄張りがあり単独で行動するが、場所によっては、人間の生活する場所が縄張りと重複していることもある。縄張りは、 猫同様、爪の跡や尿、瓶によるマーキングで行う。猫科の動物としては、比較的長距離走に耐える。木登りもうまい。発情期は、冬の終わりから春にかけてで、妊娠期間は50日前後。一度の出産で1から4個を産む。ボブキャットは人間により、娯楽と毛皮の目的で、ハンティングされているが、頭数は減っていない。ボブキャットは、 アメリカインディアンの神話やヨーロッパからの開拓者の民話にも登場する。これまでに、大山猫を4種にして、大山猫としての分類にするか、猫族の一種として扱うか、大山猫族か、猫族に分類するかで議論が分かれている。今日では、大山猫族としての分類が認知されており、現代の分類では、ボブキャットは、大山猫族に掲載されている。 ジョンソンによると、大山猫は、ピューマ、ヒョウ、イエネコの分岐群に含まれ、およそ750万年前まで遡り、大山猫として分岐したのはおよそ324万年前とされている。ボブキャットは、ユーラシア大陸に生息する、大山猫から進化したものと考えられている。ユーラシア大陸からの祖先種の侵入は少なくとも二度、生じている。一度目の侵入は、 高新世の時代、遅くとも260万年前までに、ベイリング海峡からアメリカに到達し、アメリカ南部にまで生息域を広げたが、その後氷河の発達により、北部の生息域は失われた。この集団が、現在のようなボブキャットに進化したのは2万年前頃と、言われている。二度目の侵入では、アジアから北部へ移住したもので、それが、今日のカナダ大山猫となった。 ボブキャットとカナダ大山猫の交雑は複数回発生したと考えられる。現在、13種類のボブキャットの亜種が認知されている。しかし、亜種の区分けについては、ボブキャットの地域的な縄張り区域がはっきりしていないことや、亜種同士の違いが非常に小さいことから疑問視されている。通ンで水を見つけたボブキャット。ボブキャットは、 他の大山猫と似た姿をしているが、平均すると4種の中では一番小さい。毛色はまちまちだが、一般的には、褐色からグレーがかった茶色で、黒い線が、体と前足等についている。この毛の柄がカモフラージュになる。耳は、先が黒く尖っていて、短く黒い飾り毛がついており、口の周り、顎、腹部の毛は通常オフホワイトである。 南西部の砂漠に住むボブキャットは、毛色が一番薄く、北側の森林部に生息するものが一番色が濃い。子供の時から多く毛が生えており、反転の柄もついている。メラニン色素の多い黒いボブキャットは、フロリダ州で捕獲されたが、これも黒くても、反転の柄がついていた。顔の形は、耳からの長い飾り毛のために横に広がって見える。 毛は深くはないが意外に長く密集している。花はピンクがかった赤で、顔、側面、後ろはグレーか黄色、茶褐色がかっている。目は黄色で黒い瞳孔である。瞳孔は縦長で夜間の活動時には広がり、光を取り入れられるようになっている。また、ボブキャットは、聴覚、視覚、嗅覚が鋭い。木登りが得意で、 通常は水を避けるが必要であれば泳ぐこともある。大人のオスのボブキャットは体長が28から47インチで平均的には約36インチ。これは4から7インチの太い尾を含みこの短い尾が名前の由来となっている。大人は体位が肩の高さで14から15インチくらいである。大人のオスは通常16から30ポンドでメスは 平均20ポンドくらいである。ボブキャットは筋肉質の体型で後足が前より長い。生まれる時は0.6から0.75ポンド程度で体長は10インチくらいである。最初の1年で約10ポンドくらいにまで成長する。北方に生息するものや開け立ち系に生息するものほど体が大きいとされる。ただ、オスの体が大きな地点ではメスの体も 大きいわけではなく、体サイズに働く、進化的制約は、私有感で異なる可能性が示唆されている。泥に残されたボブキャットの足跡、後ろ足の足跡が前足と部分的に重なっている。ボブキャットの足は爪が伸縮性があるため、足跡のつま先に爪の跡はできない。足跡は1から3インチくらいで、平均すると大体1.8インチくらいである。 歩行時あるいは早歩きの際の歩幅は、だいたい8から18インチである。走る、際の歩幅は、かなり大きく、大抵は4から8フィートにもなる。他の猫同様、ボブキャットも後足の足跡が、前足の足跡の上に、直接乗るように跡ができる。ボブキャットの足は、一般的にの猫や家猫よりも大きく、足跡は、だいたい2平方インチに対し1.5平方インチと、 はっきりと違いがわかる。ボブキャットは、白明白母性で、通常、火が落ちる3時間前から夜中の12時頃まで活動し、また再び火が昇る前から火が昇ってから3時間後まで活動する。この間、自分の獣道に沿って約2から7マイル歩き回る。ただし、寒い時期には、獲物の活動時間が日中になるため、 秋から冬にかけては、ボブキャットも、より中高性に近い行動をとる。カレーロクリークトレールにいる、ボブキャットボブキャットは明確な縄張り範囲を持ち、行動範囲はその内側に限られている。自分の縄張りは木につけた爪の跡や尿、瓶の匂いでマーキングする。縄張りの中には、通常自身が、ねぐらとする場所の他に、縄張りの外縁にもいくつかの予備のねぐらがある。 ネグラワクチとマルタのホラや積み重なった絵が、ヤブ、または岩棚の下などに作られ、ボブキャット特有の強い匂いがする。ボブキャットの縄張りのサイズは、性別や獲物の分布により、大きく変わる。国際自然保護連合によると0.02から126平方マイルと言われている。カンザス州のある調査では、オスは約8平方マイル、メスでは その半分以下という資料も出ている。また、遊牧するタイプのボブキャットは広範囲の縄張りを持つが、その範囲はあまり明確ではない。子供の縄張りが最も狭く、およそ3平方マイルほどである。調査によると妊娠中のボブキャットの縄張りは、オスと共に分布していることがわかっている。季節的な違いについての調査結果は曖昧である。ある調査によれば、 オスの縄張りは夏に16平方マイルで冬には40平方マイルという大きな差があることがわかっている。さらに別の調査でも特に繁殖が盛んな時期のメスでは冬になると縄張りが広がるがオスでは季節による変化があまり見られなかったという過去の調査結果に似たデータも出ている。その他のアメリカのいくつかの州の調査結果では季節による大きな変化は あまりないともされている。他の猫かの動物と同じく、ボブキャットは多くの場合単独行動をとり、その縄張りは他個体と重複している。しかし猫とは異なり、オスは他と縄張りが重なっていることについて寛大で、あるが、メスは他の縄張りには滅多に足を踏み入れることはない。メスは縄張りの範囲が小さいため、 二から三匹のメスが一匹のオスの縄張りで生活していると考えられる。オスの縄張りが重複している場合では、通常個体間に上下関係が形成され、時には自分の好きな場所を譲り一時的に場所を変えることもある。縄張りサイズの推定にばらつきがあるため、個体数の密度の推定値にも10平方マイルあたり1から38匹と大きな開きがある。 平均では5平方マイルあたり1匹と言われている。個体数の密度と性比との間には相関があることが分かっている。カリフォルニア州におけるある調査では、個体数密度が高い集団では、死有比はメス1匹に対してオスが2.1匹であったのに対して、個体数密度が低下するとメス1匹に対してオスは0.86匹となった。 他の調査でも似たような比率が出ていることから、個体密度が増加して競争が激しくなると何らかの理由でメスよりオスの生存率が高くなり、個体密度が再び低下するまで繁殖頻度を抑える役割があるのではないかと考えられている。冠式ウサギのようなのウサギ類やネズミ科の動物がボブキャットの主な獲物である。ボブキャットは 長い期間食べなくても生活することができるが、獲物が豊富な時期は大量に捕食する。獲物の捕獲が難しい時期は、自分が取れる大きめの動物を取り、後で食べるなどする。ボブキャットは獲物を追跡し、待ち伏せをしてから瞬間的に襲う。約1.5から12.5ポンドくらいの哺乳類を好み、獲物の対象は地域によって異なる。アメリカ東部では、ワタオウサギ、 北部では、漢字木ウサギである。ニューイングランド地方ではこの両方が共存しているため、両方ともボブキャットの主な獲物となっている。決まったものしか食べないカナダオーヤマネコと違い、ボブキャットは、日和り見せで獲れる獲物の種類が多い。こうした獲物の種類の多様さは、主たる獲物となる動物の生息密度に大きく依存している。すなわち、主たる獲物が乏しい地域ほど、 獲物の種類もより多様となる。ボブキャットはいろいろな大きさの獲物を取ることができ、手法も動物によって変化させることができる。ネズミ、リス、鳥、魚、虫などの小動物の場合は、それらが多く住み着いていると思われる場所へ行き、寝そべるかしゃがむか立って獲物が近づいてくるのを待つ。その後鋭い伸縮自在の爪で獲物を捕まえるようにして襲う。 ウサギなどの大きめの動物は、後ろから隠れながら追跡し、20から35フィートの距離に近づくのを待ってから、襲いに行く。さらに大きいキツネ、ミンク、スカンク、小型犬、家猫などを襲うことは滅多にない。また、ボブキャットは時に、家畜や鳥を襲うことでも知られる。牛や馬などの大きい動物を襲うことは知られていないが、 羊やヤギなどの半数動物を襲う危険性がある。ナショナルアグリカルチュラル・スタティスティックス・サービスによると、ボブキャットは2004年に1万1100頭の羊を殺し、羊の捕食死の4.9%を占めた。しかしボブキャットは、他の動物によって殺された家畜の食べ残しを漁ることでも知られているため、一部の捕食は、正確なデータではない。また、 ボブキャットは小動物が減る冬や鹿の頭数が増える冬に鹿狩りをすることも知られている。エバーグレーズの調査によると、ほとんどの捕食がソロクであったが、ボブキャットの8倍の体重のものまでが捕食に成功したことがわかっている。多くの場合、鹿が寝ている時に、後ろから追跡し、襲う時には首を掴んでから、喉、頭蓋骨の付け根、胸部を噛む。稀ではあるが、 ボブキャットが鹿を捕食するときには一旦満腹になるまで食べた後、食べ残しを雪や葉の下に隠し、後に何度も戻ってきて食べることがある。ボブキャットの生息地には、雇用で赤ギツネなどの似た生態的地位を占める中型の捕食者も生息しているが、メイン州における調査では、相互の縄張りの重複はランダムであり、競合している証拠は見つからなかった。しかし、 カナダオーヤマネコに限っては主観競争が生息域に影響しており、ボブキャットの存在がカナダオーヤマネコの軟化を防いでいると考えられている。生後2から4ヶ月のボブキャットの子供ボブキャットの寿命は平均7年程度で10年を超えることは稀である。野生では最も長生きした例は16年、飼育下では32年生きた例がある。 ボブキャットは生涯繁殖をすることができるとされている。後輩は一般的に2年目の夏に始まり、メスの場合は1歳で始まることもある。オスの生死は毎年9月から10月頃に作られ、夏まで繁殖できる期間がある。メスは44日間の周期で5から10日間発情する。地域によって異なるものの、多くの場合後輩は2月から3月にかけて行われる。 ボブキャットは普段はおとなしいが、この求愛期間は大きな声で泣いたり、シャーという泣き声を示すほか、死ゆでぶつかり合いや追いかけっこなどの行動を見せる。複数のオスがいる場合、最上位のオスがメスと行動を共にし、下位のオスはメスの傍らにいるだけでこうした行動を見せない。メスが後輩を受け入れられるようになると、オスは首をつかみ後輩を行う。メスはその後も、 別のオスと交配をすることがあり、またオスも何匹かのメスと交配を行う。テキサス州の調査によると、縄張りを作ることは繁殖のために必要とされ、縄張りのないものは子孫の存在がないという調査結果が出ている。60から70日間の妊娠期間の後、1回に1から6匹の子供を4月か5月に出産する。場合によって2回目の出産が9月の終わり頃に、 発生することもある。メスは通常小さな洞窟や穴の開いた丸太などの何かに囲まれた場所で出産をする。子育てはメスのみが行う。子供は9から10日目で目を開ける。子供は4週間ほどで歩き回るようになり、生後2ヶ月まで周囲の探検をするようになる。生後3ヶ月から5ヶ月で母親と行動を共にし、移動するようになる。 最初の年の秋までには自分で狩りをするようになり、その後巣立つ。ただし、ミシガン州では子供が次の年の春まで母親と一緒にいたという観察記録もある。獲物を挟んで二頭の雇用手と対峙するボブキャットボブキャットの成獣が人間以外の捕食者に襲われることは比較的稀である。しかし、他の大型の捕食者、例えばピューマと大陸狼などによって、 ボブキャットの成獣が殺される事例は、イエローストーン国立公園などで繰り返し、報告されている。コヨーテも、成獣を殺した例がある。他の猫科の種と同様に、ボブキャットは、クマとの遭遇を避けていると考えられる。子供はフクロウ、ワシ、コヨーテ、キツネ、大人のオスのボブキャットなどいくつもの捕食者がおり、特に獲物が豊富でない時には、 多くの子供が大人になる前に殺されることがある。ボブキャットの頭蓋骨病気、事故、ハンター、車、ガシは、その他の主な死の原因ともなっている。思春期の子供は、母親の元を巣立ち、狩りを覚えていく過程で死んでしまうケースが非常に高い。ある調査では15匹のボブキャット年間の生存率は、どちらの性別でも0.62で、 他の調査データを加味しても0.56から0.67程度ということが分かっている獲物が少ない時期にとも食いすることも知られているが、これは稀なケースであり、全体の頭数の変化に影響を及ぼすほどのものではないとされる。ボブキャットには、ノミやダニなどの他の生物が寄生し、また獲物としているウサギやリスの寄生生物もボブキャットに寄生することが多いと言われている。 ボブキャットには内部寄生虫もおり、これは非常に一般的である。ある調査によると平均52%の個体にトキソプラズマへの感染が見られたが、感染率には大きな地域差が見られた。ダニの一種であるリンクサーカースモーロニーはボブキャットにのみ発見されている。これらの寄生虫やそれによる病気はボブキャットの死亡率にどれだけ影響を与えているのかは、 不明であるが、餓死、事故、捕食よりは主要な死因となっている可能性もある。電線を歩くボブキャット。適した生息環境があれば人間の居住地にも姿を見せる。ボブキャットは順応性の高い種である。一般的には、紅葉樹か新葉樹かにかかわらず、森林地帯を好むが他の猫かの種のように森林のみに依存しているわけではない。 その生息地は、フロリダの湿地帯やテキサスの砂漠地帯、岩だらけの山岳地帯など幅広い環境で見られ、付近に岩棚や沼地、林などがあれば農村付近に住み着くこともある。ボブキャットの個体数は主に獲物の個体数に依存するが、悪天候を避けられる場所やねぐらとなる場所、狩りや闘争時に必要な茂み、人為的格乱などの有無も影響する。 上述のような生息に適した場所が見つかる地域であれば人間の居住の有無に関わらず分布しているようである。都市圏の外縁部などの地域では人間の生活圏によって分断された生息地間を移動する際などにしばしば裏庭などに姿を現すことがある。犬に追いかけられることもあり大抵木に登ってやり過ごす。過去にはカナダ南部から メキシコ南部のオアハカ州に至る広大な地域に分布していた。現在でもこれらの多くの地域で見られるが、ミネソタ州南部やサウスダコタ州東部、ミズーリ州の大部分などのアメリカ中西部と東北部の一部では、主に農地開発による環境の変化で絶滅している。ニューヨーク州西部とペンシルバニア州では長らく絶滅したと思われていたが、 ニューヨーク州南部及び中部では主体を含めて何度かボブキャットが目撃されており、ペンシルバニア州ピッツバーグにおいても2018年に捕獲されている。さらにインディアナ州北部やテキサス州ヒューストンなどでも目撃されている。カナダにおけるボブキャットの分布域は雪とカナダ大山猫の分布によって制限されている。ボブキャットは カナダオーヤマネコのように大きな体育と広い足を使って雪をかき分けることができないため深い雪に耐性がなく激しい吹雪に耐えることもできないためである。しかしボブキャットがカナダヤマネコに対して常に不利なわけではない。ノバスコシア州では新葉樹林を切り開いて農地化が進められた際にはボブキャットがカナダオーヤマネコを追い出しその生息地を奪い取っている。 メキシコでは南部の熱帯地域北において、主に寒木地や松や多くの森において見られる。見た目は少し大きな猫のようであるが、気象が荒く範に接触を試みることは危険である。特に若い個体は大きさも普通の猫ほどであるが、幼い子供等が手を出すと警戒した親に襲われて命に関わる危険がある。本校は EN。 ボブキャッツを翻訳したものである。ありがとうございます。